女性ではないのかな、女の格好してるだけで。ゴロちゃん的な、ゴロちゃん的な感じあるかな。弔いの鐘が静かに鳴り響いた。生贄の儀式が始まった。5回撃たれてないからまだいいでしょう。え、ダンジョン？あー、マリアさん美しい。美しいわ、マリアさん。もう、彼氏持ちというか旦那持ちだけど、来ちゃダメ。あー、美しい。あれ、リリアちゃんにも負けず劣らず美しいぞ。あなたまで死んじゃうわ。私を助けようなんて無理よ。早く、あなただけでも逃げて。ザマ様倒したよ、でも。もうボスいないけど。ボスいないけど。これ、時止めた方がいい？時止めれるんだよ、アドル。私、ねえ、時を止めた中でも動き出す。私を助けようなんて無理よ。早くあなただけでも逃げて。時止めを無視して動き出すだと。やるな、この女。なんか出てたね。時止めキャンセルって出てるね、多分。あー、そういう感じですか。そういう感じですか。聞かない。マリアさん、もしかして最強ボスか。マリアさん、ボス疑惑あるな。それあるな。ああ、まあ、セルセット外しとこう。不良の事故で使いかねん。か。あ、右目が痛い。右目が痛い。右目が痛くなっている。え、上から降りるのこれ。もしかして。マリアさんの。どういうこと？このままラスボス戦入る、もしかして。そういう感じ？なんかあるな。裏側が。あと二人いるっていう。一人はダレフ様だか、その辺だろうけど。もう一人誰だろうね。やっぱ後ろで暗躍した人か。あ、二つ目の体が静かに鳴り響いた。あ、そういうこと。誰がついてんのこれじゃあ。ザバ様がついてん、なにあれ。ザバ様がついてんじゃないんだ。え、どういうことこれ。ちょっと待って、右目が痛い。ちょっと待って、一旦休憩して、右目くそ痛い。ちょっと待って。後遺症が出てきてる。あー、目が痛い。両目痛くなっちゃった。両目が痛くなっちゃった。もう花粉症の影響かな。あー、こんな時間かかってる、時間が少ないシーンで悠長にしてていいのかしら。でもさ、時止めの魔法使えるから金鳴らさないでいけんじゃないのこれ。これは無理か。これなんでどうやって受けるんだろう。あ、なんかスイッチがあると見た。うわ、高いな、高いな。あー、時の止める魔法使えばよかった。鳴り響かないことできるのかな。ちょっと試したくなっちゃうな。多分クロマントの男、まあ、ダレフと名乗ってるダルク様だと俺は思っているんだが。名前似てるしな。名前似てるってことはそういうことだよな。あー、魔法使えばよかった。いる？あ、いる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 。いるわ。いらっしゃるわ。いらっしゃるね。どうやって金ついてんのあれ。金つく、なんか、ガコーンっていうのないけど。開幕の一撃。はっ！あー、やっぱ弾かれてる HP 出るんだな。ってことは、ボス戦か HP 出るんだな。おう。ここまでたどり着いたか。ちょっと待って、ダルク様感あるよ。なんか一言目からダルク様感あるよこれ。本当にダルク様じゃねえか。ダレス、面白い。立ち会う者としてこの儀式の意味を教えてやろう。このイースにはかつて女神に仕えた六神官の子孫が未だ各地に暮らしている。え、でも地上にいるでしょ一部。この儀式は神官の子孫どもを抹殺するための手段なのだ。え、じゃあマリアさんも神官の子孫ってこと？やっぱり儀式に耐えかねて先祖の名を盾に正義を振りかざす輩が現れるやもしれ。生贄にされる者自身が子孫ということもあり得るだろう。え、じゃあ分かってないの？分かってないけど適当に連れ去らってやってんの？そんな感じ？なんかダルクサワ感あるな。適当に銀かっぱらってきてたあたり。いずれにせよ、魔の支配を脅かす存在はいぶり出して排除しておこうというわけだ。だけどね、ダルク様こんな長く喋らないんだよね。もうちょっと溜めて喋るから、サタン様と同じでてんてんてんみたいな感じで喋るから。ちょっと違うかな君は。役不足かな。さて、おしゃべりが過ぎたな。こんな狭いところで戦う。私がすでに鳴らした鐘は4つ、そしてこれが最後の鐘だ。え、自動で鳴るのそれ。弔いの鐘が無慈悲に響き渡る。あの宝箱ちょっと取れてないんだけど。え？え、ゲームオーバーってこと？マリアさんがキースさんみたいになる。せいぜい自分の無力さを噛み締めるがいい。あ、行っちゃうの？行っちゃうのか。HP 出てたのにな、あの人。
これアドルがなんか逆に金を吸収するみたいなできないのかな、鳴らした分だけ吸収するみたいなできないのかな。そっか、戻ればいいの。あーやっぱ取れるようになってる。夢見の石像、あーそういうこと。夢見の石像って何。あらあら、古代の御子を模したとされる、石の彫像。その胸には大いなる浄化の力を秘めている。額に空洞がある。今は何の力も感じられない。額に空洞、あー黒水晶かな。こうなると、そうなるとキースさんが持ってるかタレフか、そのどっちかだな。これダームの塔登ってるかあるね。この外周をちょっと見せる感じ、ハルコも好きなんだろうね、そういう感じのが。ちょっと周りの風景も見せてあげよっかみたいなとこあるんだろうな。ジョーカーって嬉しいけど、ああマリアはピクリとも動かない。間に合わなかった。え、ま、助ける方法あったのかな、むしろあったんかな。え、なんか間違った俺、登ってくこと自体が間違いだった可能性あるのかな。変わった、全く同じに見えるけどな。若干違うのかな、この二人。夢見の石像を持ってきたのですね。その石像を使えば石にされた人々を元に戻すことができます。あの、すいません、一人犠牲者が。石像の額に空洞があるでしょ。そこに黒い真珠をはめたとき、夢見の石像は眠りから覚め、呪いを解くことができるようになります。ちょっともう手続き多すぎんよ。手続き分離すんのやめて、そうやって。ちょっと、黒い真珠を手に入れたら、もう一度ここへ来てください。おい、ちょっと、サラババー感あるな、二人。サラババー感あるぞ。その感じ。大丈夫か、まあ、キースさんでしょう、持ち逃げしたのは。なんで返してくれないのかよくわからんけど。キースさんでしょう、使ってたのは最後に。か、タレフでしょう。これタレフだった場合、先般タレフということになるんですけど、大丈夫ですかね、大丈夫なんでしょうか。あのザバ様が負けるなんて。でもあの人、少し自分を買いかぶってるとかあったしね。ムカが、ムカが、ザバ様をわざわざ待ち構えたのに、返り討ちにされちゃったんだって。あー、なんか悲しいな。ザバ様も死んじゃったし、転職でもガンガン行くよかしら。もうお仕事なんだよな。仕事の関係、ビジネスの関係なんだよな、ムカも。あーそっか、なんかザバ様悲しいな、悲しいな、まあ、側近ではない、この絵舞台わー悲しいな、ザバ様なんかちょっと、うん、キースさん いねえ。またいなくなってんの、キースさん。もう好き勝手に動くんだから、キースさん。実は少し前から気になっているんだが、この前まで寒かったのに、この頃急に空気があったかくなっているような気がするんだよ。それなんか前に町のおばあちゃんも言ったのに、ぬくくなってるって、ぬくくなってるねって。まさかとは思うけど、イースが地上へ降り始めているんじゃ。え、なんか魔力、え、黒水晶とか取ったから、動力源取っちゃった感じ、もしかして浮かび上がってる、そういう感じか。落下してんのか、これもしかして。ゆっくり、生贄の鐘が鳴ったの。マリア、え、ゴート兄ちゃんたちからいろいろ噂を聞いたよ。アドル兄ちゃんって魔法ってやつを使えるんだろ。今度俺にも教えてくれよ。約束したぜ、アドル兄ちゃん。まあ、教えてもいいけど、道具で使ってるからな、アドルも。マリアとフクロさんは仲のいい姉妹みたいだったからな。くそ、魔物め。いや、でも死んだわな。でも死ぬ。どうなの。そんな、でも死んでる子いるもんな、実際に。そんで、ファルコも割と殺すんだよな。風化節血じゃない、間違えた。風化節関係ねえや。じゃ風化節エクスも死ぬからちょっとあれだけど。割と殺すんだよな。そうだよな。アガッチの妹さんとか死んでるもんな。私、お父さんがいなくなってからね。あれ、アドル兄ちゃん、どうしたの。黒真珠。黒い真珠ってなんだっけ。お前が持ってるものだよ。出せ、早く。ああ。オイラが洞窟で助けてもらった時に渡してもらったあの宝石か。それならここにやっぱ持ってんじゃねえか。お前ずっと持ってたろ。あれ、落としたの。ここにない。嘘だろ、ポケットに穴開いてる。また溶岩村までの間にどっかにあるってこと。あんな小さいものなくしちゃったら見つからないよ。あ、でもこの村に来るまでは確かにあったんだ。この村の中ってことか。神殿前でボンバーしてる釣り目の兄ちゃんと話した時はちゃんとポケットの中にあったんだよ。ああ、なんか会話した形跡あったもんね。ごめん、アドル兄ちゃん、黒い真珠が必要だったんだろ。必要だよ、お前最初から渡せよ。あの時から自分が探すから心配するなとなだめた優しいアドルだわ。いい子やわ。本当にごめん。お前のせいで世界がなんか落下してる可能性があるぞ。
黒い真珠を落としたのはこの村に来てからだから、誰かが拾ってくれてるといいんだけど。ほう、誰かが拾って俺に渡さないように仕組んでいるということか。ああ、マリアさんについて無言。いや、きついこれ。この村重すぎねえか。もう取り返しがつかないこと多くねえか。人間に近い魔物もいます。騙されないように注意。どういうこと、どういうこと、そのセリフ。え、何、え、ってか、え、レイズさんなんかいたか。肌に触れる風が優しくなったと思ったら、雲の様子までいつもと違うみたい。こんなの初めてだわ。お前だな、さては。でもいたかな、あ、いた気がするな。そういうこと、魔物が紛れてるってこと。お前か、お前かってこういう風にやんなきゃいけないってこと。そういうこと、そういうこと。そいつが黒真珠持ってるってこと。あんたも鐘の音を聞いたかい。また誰かの命が奪われたのさ。いつまでこんなことが続くんだろう。スクールと、ちょ、重い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 、重くて、ちょっとごめん、重くて先にちょっと陽気な方行きたい。ちょっと重すぎるわ。重い中で一番重いとこ来たわ。お姉さんじゃないよね、偽物。さてはお姉さんが偽物だな。一回ちょっと燃やして、ちょっとちょっと服を燃やさんとわからんからな。燃やしてみないとわかんないからな。本物かどうかちょっとすっぱだかに引き向いて。そういうんじゃないか。重いよ重いよ重いよ。先にランス村行っていいっすか。さっき怪しい奴が門の中に入っていったんだ。変わってる。あいつ人間のふりしたけど、きっと魔物が化けてたんだぜ。ああ、じゃあそういう感じか。あ、待って、門番倒せんじゃね。あれ、さっき誰かが門の中に入っていったけど、君じゃなかったのかい。じゃあゴートのやつ、一体誰を通したんだろう。俺に化けてるってこと。アドルに化けてるって、そんな新しいパターンがあるか。ドギか。ここでドギか、まさかのドギ疑惑があるな。俺はアドル・クリスティン、通してくれっていう、そういう半袖集団のボスなんだみたいな。黒い信者。おう、そういえば少し前に黒マントの男が現れて、そこで小石みたいなものを拾っていったな。なんで止めないんだよ。もしかしたらあれだったのかも。そんな簡単に落ちてた。そういえばあいつどこに行ったんだろう。おかしいな、ちょっと目を離した隙にいなくなっちまった。あ、回収されてんのか。暗躍してるな。え、じゃあリリアちゃんたちも押せるのってエンディング後ってこと。そういう感じ。きついわ。先ほどまた鐘が鳴りました。うわ、ウェディングドレスの前にいる。あの5つの鐘を聞いて、娘のマリアの身に何かが起こったことを感じました。神官の子孫なんだよね、カレンさんも。おそらくはマリアさんも。そういう意味ではやっぱそういう能力あるのかな。テレパシーかな。ああ、女神様、どうかマリアにご加護。ああ、ちょっとファルコム、ファルコム、このままだったら俺ファルコムちょっと許せないんですけど。ちょっとどうなのファルコム、この展開どうなのよファルコム。答えてみなさいよファルコム。よう元気そうだな。え、新章七か条最後は何かって。財力だ。他の条件はともかく、これだけはお前の勝ちだな。俺も決して貧乏ってわけじゃないんだが、とにかく紳士の道に終わりはない。お前も頑張って俺みたいな紳士を目指せよ。まあこの財力だったら勝てるわな。これ少ないパターンも見たいな。秘密だよ。あのね、ブルース兄ちゃんすっごい貧乏なの。僕の蓄えがなかったらきっと今頃飢え死にしちゃってるよ。そっか、なんか今左側から砂みたいに落ちてきたのか。気のせいか、木の上に。気のせいかな。黒いマントの男って気になるよね。なんでそんな今ピンポイントな話題すんの。え、何見てたの。ライブ中継されてる。私たちのご先祖様は女神様と一緒に暮らしていたんです。女神様お元気でしょうか。ルーク、ドギードギーじゃねえわ、ドギーじゃねえ、ドギーだ、ドギーじゃなくてドギーの方だこれ。響きが似てる。なんかすごいことが起きそうな気がするんだよな。落下してるっぽいよ。いや、元気。それだけか。サルモンの神殿にある鐘つき堂の鐘の音がここまで聞こえてきたよ。それだけか。ここから地平線を見ていると雲の流れがよく見えるんだ。少し前から雲の様子がおかしい。何かが起こる前触れかもしれないな。でもなんかイースって雲の上になかった。
雲の上にあるっぽいから、なんか鳥も来るのもおかしい気もしてたし、雨とかも降らねえんじゃねえのと思って見てたけど、そういう感じなんだな。カバシラとは一体。バナーのさんに言われて、リリアのことで気を落とすことは言われたよ。キリアのことで気を落とすことはないって。きっとリリアはどこかに無事でいるはずだって。いい方向で考えないとな。僕もそう考えることにした。なんだろうね、セリフ変わってんだ。こっちの子たちはみんな変わってんだ。なんか人と魔、魔法、そして魔物、このイース、答えの出る日がすぐそこに迫っておる。身を引き締めて世界を見つめるんじゃ。何をなすべきかほどずと見えてくるじゃろうて。厳しいな、相変わらず厳しい感じか。変わったか、いや変わってないような気がするか。ちょっと青くなったか、深い青になったような気もするか。空の様子がおかしい。イースの高度が次第に落ちているのか。この鳥も何なんだろうね。まさかイースが大地に帰る時が来たのか。みんな空の上にあることは知ってたんだね、やっぱり。そっか、それは知ってたんだ。最近暖かくなってきたわね。私も日向ぼっこでもしようかしら。やっぱそういうことなんだ。一番最初に感じてたあのぬくいおばあさん、全てを感じ取っていたんだな、あの時点で。ここの未来まで見えてやがったんだな、あのおばあさん。つえな。はあ、よい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 、ソーランソーラン、よいよい。なんで僕がため息をついてるかって。同じかよお前。頑張ったのに同じかよ。最近空の様子がおかしいの。雲が随分近いし、肌に当たる風が柔らかくなったような気がするの。これから一体何が起こるのかしら。なんか女性の方が感じ取ってんな、こういう環境の変化を。みんな男人より最近なんだか暖かくなってきたと思わない。あー、最近なんだか暖かくなってきたと思わない。かぶってるよ。ここだけの話だけど、原因はこのイースが地上に近づいているからって噂よ。なんてね、嘘嘘、ちょっとは本気にした。いや本当なんだろうな、多分これ。あー、やっぱあのおばあさんが最速で気づいてたんだな、ぬくいおばあちゃん。アドル君は好きな子いるかい。何その質問急に。何よおじいちゃん。あー、そっか、あの子がいたか。それにしてもどこに行ったんだろうね。やっぱりちょっと心配だな。ちょっとセリフ変わったな。何それ、ちょっと変わったな。兄ちゃん、ミリア姉ちゃんといい線いって言ってたのにね。兄ちゃん、ミリア姉ちゃんといい線行ってたね。あ、そういうこと？仲がってこと？どこ行ったんだろう。ミリア姉ちゃんいなくなった。ねえ、ミリア姉ちゃん探してよ。これは変わらない。